命に感謝していただきます。前倒しします。2ヶ月ぐらい。今作ってるモリンガの苗なんですけど、今までの予定だと10月、早くて9月の末ぐらいに、予定をしてたんですけど、ということは約2ヶ月ぐらいあるわけですよ。この2ヶ月ってかなり重要な2ヶ月なんですね、モリンガには。俺が今まで見てる中で。で、俺ね、知らない空間っていうのがあるんですよ。それね、冬なんですよね。ただ、3月にやった時に、歯がもう一気に枯れ出したのは覚えてるんです。何度やっても歯が枯れた。もちろん、カタツムリの被害もあったけど、最初にバーッと黄色くなって枯れ出したんですね。それは覚えてる。あれは、寒さが、おそらく原因。で、今回は本気の冬、本気って、俺も知らない空間のとこに行くわけ。ね、もちろんもう木になってるやつは何本もあるんですけど、それは耐えれるはずなんですね。ただ今回未知な部分がちっちゃい苗なんですよね。それを10月からやって、もう10月11月から気温がどんどん下がってくるでしょう。そのことを考えたらそのことを考えたんですね。いろいろ調べたんですよ。あまりね、その情報が載ってないですよね。リアルな情報ですよね。ちゃんとこうやってこうなりましたよ、失敗しましたよとか、こういうリアルな情報が出てこないわけ。だから、その沖縄のリアルな情報ですよ。出てこないんで、どうなんやろって思って。てるわけだから今何を一番早くやんなきゃいけないのかっていうのはやっぱ地植えしてあげなきゃいけないんですよね。この暑さを早く地植えさせて大きくさせないと、今作ってる苗が下手したらちっちゃすぎて、もちろん10月に地植えを全部したとしても寒くなってくる時期なんで、って言っても暑いですよ。沖縄は暑いけども気温が下がってくる時期でしょう。夜とか変化が出てくる時期なんで、それに苗が耐えれるのかなって。そこで冬がぐっと来ていきなり20度を切り出す、1月を切り出したら、そのあまり成長できる期間が短かったために耐えれるのかなっていう。でそれを調べたんですけど、出ないんですね、その情報が。そのリアルな情報。なんで無駄なリスクを考え、両方リスクあるんですけど、待ってもその2ヶ月無駄にする、この2ヶ月間ポットで座って大きくするのはいいけども、たかが知れてるんですよね、ポットで大きくするっていうのは。
ということは、今ね、台風が来てるんです、何個も。で、台風が来てて、まあ、これから何個もまだ来るでしょう、今、時期、シーズンなんで。来るんですけど、まあ、植えていくことにします。台風が、とりあえず今、台風が来てて、今、雨なんですけど、雨で、もう風も強いし、この状況だと、まあ、カタツムリにやられる可能性はめちゃめちゃ高いって、もうカタツムリもめちゃめちゃ多い場所なんですよ。だから、多くない畑があるんですね。カタツムリが少ない畑の方にもまあやるんですけど、それを、前倒しして、台風がとりあえず、今のところ予報では、まあ、1週間後ぐらいからパッと減り出すんですね。で、また来るかもしれないけど、突然。それを狙って、晴れが続いている日を狙って一気に地植えする。だから、できるだけの量を持っていって、育ってるやつから地植えしていって、まあ、台風のが来ることも考えて場所を植えて、やることにした。ってことは8月でしょ ?8、9、10。本当だったらこっからだけど、もうすでに2ヶ月いってるから10、11、12、4ヶ月。12月どうなんでしょうね。夜の気温が下がるでしょう。そこなんですよね。昼間暑いけど。いや、俺は、これで一年通して、成長がわかるわけで、これで。これはかなり俺の中で貴重な時間というか、この沖縄、そして山のてっぺん、まあ下もあるけども、まあそこで、そのモリンガの動きっていうのがある程度一年通してわかるんで、次の行動に移りやすい。3月から種を植えたときは、沖縄ですよ。3月から種植えしたとき、3月は地植えしたんですね。で、地植えしたけども、確かに3月ぐらいから4月ぐらいだったっけな。多分3月ぐらい。ですかね、3月ぐらいからやってバーッと一気にね、まだ葉っぱが枯れ出したんですね。黄色くなって一気に。で、その後3月ぐらいからちょっとずつ暖かくなってきたら、今度カタツムリが発生してくるわけですよ。3月から11月ぐらいまでが一番多いらしくて、だからそのカタツムリの時期ですよね。それまでにもその流れがなんとなく分かってきたんで、で、カタツムリがこんだけ多いと、こんだけ多い場所で、なんとなくこうできれば、まあ、どこでもできる、そんな気がする。まあ、あそこはね、ちょっとあそこはちょっと異例な場所ですよ。あそこはちょっと特殊ですよね。特殊な場所だと俺は思う。だからこの台風が2個過ぎ去ったら、時が勝負かな。まあ台風は来るでしょ、まだこれから何個かね、この試合。まあ、待ってられない。待ってたら、冬が来る。だから9月、10月、まあ10月に植えた、いや、10月、まあ10月に植えたとしますよね。あるサイトで、そのモリンガを作ってる沖縄の人のなんかこうサイトを見てたら、10月ぐらいから、その人一言残した。
あ、そろそろ10月ですね、と。10月になると、そろそろモリンガも休息に入ります。って書いてるんですよ。どういうことみたいな。だから、成長が遅くなるんでしょうね。まあ、その人はリアルな言葉なんで、それはもうちゃんとした大きな木になってるから、もう全然冬は越せるんですけども、ちっちゃな苗がってなったら、10月から植えて成長が遅くなったらどうなのかなっていうね、カタツムリは減ってでも、まあ、もしカタツムリはまだ多少いたとしても、まあ、それはいるだろうけども、そこで追い打ちをかけるように成長も遅くなりカタツムリ全滅させられるとかね。ということは一番モリンガを適してる植える時期っていうのは俺がなんとなく思ったのはやっぱり3月4月がやっぱり暖かくなってくる時期が一番の植える時期なのかなってはなんか思うね。だから3月4月に植えて一気にぐーっと大きくするっていうのが、だから前のやり方でも多分時期的にはすごい良かったんですけど、その、カタツムリとちょっと早すぎたのかなっていう。だから枯れたもんね、最初。だから生き残ったやつは生き残ったんですよ。だからこれだけ、これだけ、暖かい場所でね、こうなんだから。本土だと無理でしょうね。それでもモリンガは、そのサイトの人が書いてるのは、モリンガは沖縄でも寒そうですねっては書いてたんで、だから冬になると葉っぱが散るわけですよね。本当はインドとかあっちの原産でしょ？だから、そことどうやってね、やっていくかですよ。でもまあ、今回、10月にやるっていうのを前倒しし、もう来週ですね、1週間後ぐらいを予定して、まあ、天候を見てね、台風が去って、晴れ間が出始めて、いけるっていうのを踏んだら、もうすぐに来週から取り掛かって、もう苗をバーッと運んで、山に運ん、山からバーッとまず地植えして、まあ全部は全部、まあそうですね、まあ全部、そうですね、で、捨てのペタラがもう7個しかないんですよ、苗が。で、これかなり貴重で、貴重だからやっぱり成功させたいわけです、ステノペタラは。木にまで持っていけば、まあ、こっちのもんなんで。そうですね、1個はそのままプランターのままで冬越し、ここで。で、1個は冬越し、ここで冬越しして、まあ、そうですね。で、もう一個は、部屋の中で冬越し。で、残りの5個を、地植え。まず最初に5個のうちの、まあそうですね。5個、まあ、5個のうちの3個ぐらいかな。まあ半分ぐらいを、来週ぐらいから地植え。本当はやりたくないけどね、ちょっとカタツムリに食べられそうでね。でまあ、やります。で、2個を10月。様子見てね。で、もし様子見てよかったら10月なので9月ぐらいにも行ってもいいんですけど、9月ぐらい。
で、この例えばこの5個がもし全滅したとしますよね、カタツムリとか、台風とか。全滅させられた場合、まだうちに2個残してるから、室内用と、プランター用で。で、これがもう保険ですよね。もうこれ以外はもう種が手に入らないですよね、捨てのっけたら。だこのステノペタラを、木まで持っていけば、もう種は自分で作れるわけだから、まあ、増やしていけるわけね、ステノペタラは。だからそこまで行きたいわけですよね。ステノペタラがその日本で出回ってないなら、まあ、ステノペタラの種もちょっと増やしてみようかなっていう。では、そんな感じです。毎度します。キョウミさん、楽しい一日、安全な一日、1分1秒を大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってみてください。